はい、こんにちは、養老です。お久しぶりでございます。なかなか動画の方更新できず申し訳ございません。このチャンネルは簡単に言うと、40歳を超えてからサッカー未経験者だったおじさんたちがどうやってこれからフットサルを楽しんでいったりプレーしていけるのかっていうのを考えていくチャンネルになっております。なので私自身むちゃくちゃ下手です。ですけど今すごく楽しみながらフットサルの方できているので、そういうのも含みで何か伝えれることがあるならと思ってチャンネルの方やっております。よろしくお願いします。ということで本日のお題としては、どうやってフットサルもしくはサッカーなどを続けていけるのかということをちょっと考えていきたいなと思っております。まあ一つとして、まず大事なのは環境ですよね。環境っていうのはプレーをするためには必ずサッカーフットサルである以上人が必要です。一人ではできないので、その環境をどう確保していくのかということなんですけれども、まあ以前からお伝えしているのはコサル、各地方にある各地域にあるフットサル場のコサルを利用することによって一人でも気軽に参加できますし、ある程度ルールの中でプレーできるので大きな問題になったりしないということがあると思います。あともう一つのパターンとしては、自分の友達知り合い仲間などを集めて身内だけでやる方法というのもありますけれども、これはね実際やっぱりなかなか大変だと思います。人を集める、特に40代を超えてくると仕事家庭いろんなことがあるので人を集めるのが本当に大変です。自分も今幹事の方をさせてもらってるんですけれども、今は結構若い子たち、今で言うともう23歳の子たちも何人もいて、そんな中で二回りぐらい年齢が違う子たちと一緒にプレーすることでなんとか人を集めれてるという状態です。まあ、それでも、その若い子たちがある程度私たちおじさんを気使ってくれながらプレーしてくれたりしているので、まあ、うまいこと言っているのかなという感じです。まあ、完全にね二回りも違うともう全然プレーの質も違いますし、アジリティ、あとスピード、もう何、テクニック、何にしてももう完全に別次元の子たちなので、まあ、それなりに遠慮してもらったり、ね、こっちもそんなに向きにならないとかっていうところで上手にプレーを続けています。で、そういうところで、まず、プレーを続けていきたい。長くやっていきたい。という時はそういう長くやっ続けて長く続けていきたいと思うなら、しっかり環境の整備っていうのを自分でどんどん進んでやっていく方がいいと思います。まあコサルするにしても、できる限り毎回参加することで知り合い仲間友達が増えるとっていうのも一つですし、仲間内でやるんであれば自分から進んで幹事をして、人が嫌がるようなことでも自分から進んでやることによってその集まりを継続していくということで、プレー、自分がプレーするために何かしていこうということが一つ、それが環境を整えようということです。あともう一つ、大事なのは怪我をしない、これが一番大事になるのかなと思います。せっかく環境は整っているのに自分が大怪我をすることによってプレーができない、もうこれでは本末転倒ですので、どうすればいいのかというところなんですけども、これ実際怪我をする、まあよくね年齢がいくと急に筋を切ってしまって動けなくなる、肉離れを起こすとかっていうことを聞きますけれども、私の経験上、未経験者は未経験者は
怪我をしにくい。これ間違いないです。なぜかっていうのを簡単に説明すると、私たちのような未経験者の人間は技術がない、テクニックがないので、よく J リーグとか F リーグで見るすごいテクニック、あとすごいスピードのプレーっていうのができないです。なので、やろうと思ってもできてないということは、それだけ体の負荷がかかってないんです。わかりやすく言うと、一番怪我をしやすいのは、学生自分にそれなりのプレイヤーだった人たちが怪我しやすいと私は思ってます。どうしてもね、学生自分に、チームのエースだったり、有名な学校に行っていた、クラブをしていたような選手というのは、その時の全盛期のプレーを体で覚えてしまっているので、体力が落ちてくる、関節が硬くなる、あと運動不足、いろんな要素があって確実に低下している、身体的に低下しているにもかかわらず、その時の学生自分のピークのプレーをしようとするので、体がついてこれなくて怪我をしてしまうっていうことが多いです。例えば切り返し一つにとっても、グッと体を踏ん張って反対側に移動する時の負荷に体が耐えきれず、その時に怪我をしてしまうということが多いような気がします。なので私なんかは、もうこれでかれこれ40歳からフットサル再開してもう6年7年になりますけど、大きな怪我をしてません。それはなんでかなって今になって考えると、そういった限界のプレーとか理想のプレーができてないから、できないから怪我をしないじゃないかなと思います。ということを考えると、さあ何が大事なんだっていうと、結局日々のトレーニングということになるんだと思います。日々のトレーニングを一生懸命やることで体力をつける、でその中で筋力がついてきて怪我をしにくい体になりつつ、ある程度そういった負荷のかかるプレーもできるようになるというようなリサイクルを自分で作っていかないと、長くプレーはできないんじゃないかなと私は思っております。ちょっとね、口でバーッと言う、台本もなく喋っているのでなかなか上手に伝えきれてないとは思いますけれども、要するに大事なのは日々のトレーニングで、それに伴って、体力がつくことで良いプレーもできるようになるし、良いプレーもできるようになるし、そしてテクニックもついてくる、もっと楽しくなるっていう良い循環になるんじゃないかなと思います。はい。なんで、もっとね、その技術的なこととかっていうのをよく YouTube とかでいっぱいあるように伝えるのも大事だとは思うんですけども、私のようなこういった未経験者がこれから長く40歳、50歳、60歳になっても続けていくには何をしていくべきなのかっていうのを重点的にお伝えしていければいいかなと思っております。はい。ということで、またね、もうちょっとわかりやすく、何か、図柄も、映像的にもっとわかりやすく説明できるようにまた動画の方を作っていきたいと思います。それではもしよかったら高評価、そしてチャンネル登録なんかもしてもらえるとやる気も出ますし、動画の更新頻度も増えていくんで、ぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。養老でした。